花野菜宮沢賢治朗読伊藤英治薄いネズミがかった光がそこら一面ほのかに込めていた。そこはカムチャッカの横の方の地図で見ると山脈の褐色の毛羽が明るく連なっているあたりらしかったが、実際はそんな山も見えず、かえって凸凹の野原のように思われた。とにかく私は粗末な白木の小屋の入り口に座っていた。その小屋というのも南の方は開けっぱなしで、壁もなく窓もなく、ただ二尺ばかりの腰板がギシギシ張ってあるばかりだった。一人の髪のもじゃもじゃした女と私は何か話していた。その女は日本から渡った百姓のおかみさんらしかった。確かに肩に四角な切れをかけていた。私は話しながら自分の役目なのでしきりに横目でそっと外を見た。外は真っ黒な食堂の畑で、向こうには暗い色の針葉樹がぞろりと並んでいた。小屋の後ろにも確かにその黒い木がいっぱいに茂っているらしかった。畑には灰色の花野菜が光って百本ばかり、それからトマトの緑や金の葉がくしゃくしゃに絡み合っていた。バレーショもあった。バレーショは大抵倒れたりガサガサに枯れたりしていた。ロシア人やダッタン人がフラフラと行ったり来たりしていた。全体祈っているのだろうか、畑を作っているのだろうかと私は何遍も考えた。実にフラフラと踊るように泳ぐように往来していた。そして横目でチラチラ私を見たのだ。黒い種子の短い三角マントを着ていたものがあった。むやみに背が高くて頑丈そうな曲がった足に脚半をぐるぐる巻いてる人もあった。右手の方にきれいな藤色の冠をつけた若い男が立って、黙って私を探るように見ていた。私と瞳が合うやにわかに顔色を揺るがし眉をきっと開けた。そして腰につけていた刀の模型のようなものを今にも抜くようなそぶりをしてみせた。私はつまらないと思った。それからちらっと愛を感じた。すべて敵にあってかえってそれを懐かしむ。これが俺のこの頃の病気だと私は一人でつぶやいた。そして笑った。考えてまた笑った。その男はもう見えなかった。その時、百姓のおかみさんが小屋の隅の幅二尺ばかりの白木の塔を指さして、どうか前にもちょっと会っておくんなさいと言った。私はさっきからその塔は外へ出るためのだと思っていたのだ。もっとも時々頭の底では、はあ、騒動の時の隠れ場所だななどと考えてはいた。けれども戸が開いた。そして黒いゴリゴリのマントらしいものを着て真っ白に光った髪のひどく陰気なばあさんが黙って出てきて黙って座った。そして不思議そうにしげしげ私の顔を見つめた。私はふっと自分の服装を見た。確かに茶色のポケットのたくさんついた上着を着て長靴を履いている。そこで私はまた私の役目を思い出した。そしてまた横目でそっと作物の発育の具合を眺めた。1エーカー500キログラム、いやもっとあるなどと考えた。人がうろうろしていた。背の高い顔の滑らかに黄色な男がいた。あ
れはシナ人に違いないと思った。よく見ると確かに髪を巻いていた。その男は大股に右手に入った。それから小さな親切そうな青い着物の男がどうしたわけか片足にリボンのようにハンケチを結んでいた。そして両足をきちんと集めて少しかがむようにしてしばらくじっとしていた。私は確かに祈りだと思った。私はもういつか小屋を出ていた。全く小屋はいつかなくなっていた。薄明かりが青く煙り、東の空には日本の春の夕方のようにネズミ色の重い雲がいっぱいに重なっていた。そこにシオンの花びらが羽牛のように群がり飛び、かすかに光って渦を巻いた。みんなは誰もパッと顔をほてらせて集まり、手を下に東の空へ伸ばしてホッ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 と叫んで飛び上がった。私は花野菜の中ですっぱだかになっていた。私の体は貝殻よりも白く光っていた。私は感激してみんなのところへ走っていった。そして跳ね上がって手を伸ばしてみんなと一緒にホッホッホッハッと叫んだ。確かにシオンの花びらは生きていた。みんなはだんだん東の方へ移っていった。それから私は黒い針葉樹の列をくぐって外に出た。城崎六夢総長がそこに待っていた。そして二人はデコボコの丘の斜面のようなところを歩いていた。柳の花がキンキンと光って飛んだ。一体何を調べて来いと言うんだったろう。私はふと頼りない心持ちになってこう言った。趣旨を間違えたんでしょう。それを調べて来いと言うんでしょう。いや、収量がどれだけだったかというのらしかったぜ。私はまた言った。向こうに別の畑が光って見えた。そこにも花野菜が並んでいた。これから本国へ訪ねてやるのも返事の来るまで容易でない。それにまだ200里だと私は考えて、また頼りないような気がした。城崎特務総長は先に立ってぐんぐん歩いた。